フです。はい、今日はちょっとさっきまあ、うん、動画ちょっと1本撮って、うん、でまあそのまあ打ち上げじゃないんですけど、うん、まあその後まあお疲れ様ですということでご飯食べながらちょっと昔の、うん、まあ初期の頃のメンバーがいるんで今日は、うん、昔の会社のことをちょっとあのどんどん聞いていきたいので暴露みたいな感じ。何喋られてもあかんやつだな。多分前の動画と一緒でずっとピーが入るやつ。どこを開いてもピッて見たらアクって書いてある。まあやってみましょうか。はい、やってみましょう。はい、やってみましょう。ちょっと俺、どれやるんだよ。視聴者にバレちゃう。ちょっと待って。実はお前らも2杯目だよ。そうですね。カメラ準備とか経験かかるよね。で、僕すごい気になるのは、なんでここって思ったんですか。そのアーマーにやっぱ電話するわけじゃないですか。それを見て、そのチラシを見て、はいはい、だけどそのパッて目についたもんで多分電話するわけじゃないですか。あ、もともとはその、まあ、これ言っていいのか分からないけど少年院から出てきて、うん、はい、でだけど仕事してなくてずっともう遊んどる状況 で、はい、で母ちゃんがいきなり仕事し、いい加減仕事、はい、プロボールバーガー、プロボールバーガー、プロボールで俺もなんか通勤しとったのが、もういいすぐやるわって言って、うん、としかった。で、ガストの17歳かな17歳、うん、で、ガストのあの、入り口にある、うん、あー、いやよくあれですね、ドーム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 、あれピッて取りに行ってバーって見たときにちょっと足場やったことがあったから、あのレジェンドと一緒に、うん、あー、レジェンド、レジェンドと一緒に、まあ、トビやりたいなと思って、うん、で、見たらそのまあ、初期の会社の名前がバーで残って、うん、まあ、トビー、コンストラクションミヤミ、コンストラクションミヤミで、1日、なんだろう、1万5千円、違う、1万3千円以上か、なんかそんな高かったっす。いや、それは経験、いや、なんかそんな、で、あ、めっちゃ金いいじゃんと思って電話した。半分嘘みたいな感じだった。あ、でも、いや、お前未経験だね、まあ、1万から始めよっかこれ経験者だから。あ、やっぱ金ですか、最初。そう、最初金。ああ、やっぱそうなるんですよ。何もしてなかったから、はい、だから働いてもないし、お金もないし、はい、まあそうだ、やっぱ経験もなかったですよ、飛びしか、はい、足場しか、はい、で、俺もまあ少年院っていうそのブランクもあって、はい、とりあえず今やれることって言ったらそれ、お金もよくてそれしか俺はやったことなかったから、はい、電話して、はい、まあ、からまあ、あの500円玉話になった。第一印象はやべえなと思って、そこから飯屋に入った。はい、いきなり面接の時に飯屋に行った。そう、飯屋、目の前の駐車場に行ったら飯屋に行こうか。そうそうそう、はい、じゃあ、そっか、はい、そう、もう必死だわ。もう来た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 、もう逃げないよ、いや、美味しいぞ、いきなり飯かみたいな。そうそうそう、で、食べながらこう喋った時に、はい、面白いなって思って、え、昔からこんな感じなんですか。いやいや、もっと変わらない。いや、もう、どういう、いや、それが気合ってもらえない。その企画ですわ、誘導尋問だ。いや、ひどいぐらい。マジですか。今、本当にもう、俺が思う大人になったな。あ、違う、まあ、感じ的にですよ、今だとこうやってご飯食べたりとか。当時29年、お前も知らんすよ。もっとアホやってくれとった。あ、そうだ、今はもう、その、あ、でも、あ、そうか、そのアホはピーってなっちゃう。そのアホっていうのはピーってなっちゃう。いや、一つだけ、ちょっとカメラに向かって言ってみ、はい、金持ちすぎた。ちょっと金持ちすぎたわ、俺は。みんなと楽しくやいいやわ、はい、それが一番、もっと、それは変わってないもん、俺は。ただもう本当に最初から言ったよな、もう悪いこととかそういうことは一切やらん、はい、とにかく人騙すとか裏切ること、その法律とか関係ない、はい、人間としてやりたくないことはもう絶対やらんっていうのは、それ最初から言っとるよ。別にじゃあ最初は騙しゃいいとか泥棒しゃいいとか、はい、それはやってないよ。そのお金も別に俺はそのある一定のお金があったんだけど、はい、それじゃないとやらない、それ以上別にもらわない、はい、うん、ああ、そうだね。別に全くるわけでもないし、高いから行くとかじゃなくて、もうその金額以下でもやらんし、うん、以上でも別に、ね、そんなに依頼によって、だんだん好感度上がってますよ。じゃあ、いや、だからじゃあ下げてくださいよ、下げる企画ですから、今日は。昔の話、暴露だし。いや現場でだって何回も本当に言い合ったもんな。マジっすか。まあ、結構使うんで、帰れないって、もう帰れないって、自信がにぇー、マジっすか、まだにぇー、それはどのコンロ
剣だとやっとってもおせえわ、どこのうるせえわ、帰れ無理やお前なしでやるで本当に本当にせいで帰る本当にせいで帰るマジっすか、okay、でこそが上と下で離れとるじゃん、はい、一緒にやるって感じじゃないじゃん、はい、で俺は下から荷上げとるけど、はい、早田来たー走らー走らー本当にうるさかった何すか俺は覚えたいしやりたいし、はい、で俺のペースになっちゃうけど、はいうん自分は見とる人見とるから、俺は見とる人なんか見てなかったから、はい、自分たちしか分からんわ、はいはい、それが早いのか遅いかも分からんそうなります、ね、ただうるせえだけで下で、はい、イライラしぐるやっぱイライラほんとしたやっぱ一生懸命やってる時になんかそうやって言われるとやっぱイライラしぐるっていうのがあるんですねやっぱ現場でそうだな、うんでも本当自分の子供のように早かったんです、うん、だから本当にバーンってやってお前社長なのに何喋っとんだとかそういうこと言ったこと絶対ないないや買っちゃうんだもんな大体の子で俺お客さんにいつも文句言われた従業員に買っちゃうって言われて舐められてもらうんだよ、うん、社長って呼ぶ人一人もいなかった、うん、まあまあ一生懸命やってたんだな一生懸命休む時は女とはそんな時だよねそれがすごいしねそれがすごいねでも一回もお前は飛んでねえか飛んでない今日のところ休むわってどっちか今日行かんって電話しとるんですよもう俺今日行かんって女とそうかじゃあ本当にしよう本当にしよう会社的にいいのか悪いのか分からんすよねギャラ怒っとったよ、ね、いや、怒るっすよ、絶対じゃあ逆に言いたいですよ皆さんが、今その若い従業員がいるじゃないですか怒るだから俺は尊敬できるっていうかあ、そういうことですかだからそういうこともさせてあげたいし、はい、だからその本当に飲んで疲れてちょっと頭痛くて休みって、はい、それでいいと思う別にじゃあ、なんお前が悪いだろうとはもう言えんあー、そうですか、うん、やっぱそういう時もあるわけじゃん、はいでもそういういろんなこと経験してやっぱこうやってなっていったわけだよ、ねはい、そういうことだな、うん、それは大きいよなそれはそうですよ、俺も若いからかダメだダメだって言ったらやっぱ、うん、嘘つくようにならない人になっちゃうから、うん、絶対、うん、こいつ言ったら厳しすぎるいやこいつはね厳しいよそういや昨日厳しいよじゃあ俺昨日めっちゃいいっすちょっと選挙も厳しいんだわちなみにあの昨日キャブから来たんですけど2人でずっと選挙されてますずっと選挙されてますいや、キャバクラ女の子前でなんかしてでしょキャバクラで一瞬なんかそういう話だったんですけどジネフ君ちょっとそれ僕面白くなくなるっすってでもその従業員が始めるじゃないですか、うん、もう社長分からんすよね、全員が20人、30人いや、まあ、ショーがそうだな今のナンバー2じゃんはい一応ナンバー2なんですよそいつにお前誰とか言って一週間くらいですもうやめたろこの会社今ナンバー2ですよ今のナンバー2が来た時に、うんはいうん俺と初めてじゃあ明日から行くって言って、うんではい、それが、まあ、すっげえ大きい車だったはいでじゃあこうだよこうだよって俺がその今ナンバーズで仕事を教えとったら、はい、でなんか電話しながら俺が歩いとったから、ねはい、高いところでそしたらペケって階段から俺で、うんまあ、安全帯がどうのこうのでって言われて、はい、俺んじゃなくてその現場 現場の変な人に変な人に言われて、はい、もう俺はまだ若いからさ、はい、全然知らんやつだし、はい、おっさんだし、はい、だから言ってたもん、はい、なんだお前うわーって言って電話してくれた、はい、俺も同じ現場だったけどもう出られないもんね、はい、全然違うとこああそうですか鴨病院っていうところで、はい、多分本当に1000人ぐらい職人が入ってるマジで超めっちゃでかい結構でかい現場で、はい、でこいつらがなんかそれ安全帯しろって呼ばれて、はい、電話してきたんだよな電話した、はい、現場でねで俺も全然違うところで仕事してたんで、はい、そんな電話しなもう届かんぐらいそうそれは病院だもんどれでかいでしょ鴨病院めっちゃ社内芸じゃん副業はして、はい、何工具って全部あるなんか今変なおっさんが階段から降りてきて俺に安全帯どうのこうのやったらこいつぶん殴っていいそうそうそう俺に殴っていいやるな俺もさ、訳分からないから俺やるなそのおっさんがねどこだかとか言ってやったねじゃあ本当分からんけど私殴るよって言ってビューって言ったらどうら冷や汗かいたらもう顔してビューって降りてきてやめろいや、やめれってみたいな、うん、やめろ所長って言われて一番現場の演奏やなもう大統領みたいなもう出入り禁止になるじゃないですか出入り禁止だったあ、だからすぐ帰るあ、マジですかでもちろん二人とも出入り禁止でナンバー2に俺は教えとった、はい、教えとったら一緒におっただけで、はい、お前らも二人もうこの現場には来るで、帰る電車乗って帰って、はい、で、俺と俺の元請けと、はい、その元請けとで一番上は150億ぐらいの会社の社長を来いどういうことだ社長が今回で1000ナンバー2だ100何十億の企業で
しぶき出されて、はい、ドル怒られて、はい、だけど俺だんだんとかできるんで、そこでもまた切れて、そこにいるんですかもうすっげえ大元になっちゃって、はい、大元になっちゃって現場がストップとかどういうのみたいな感じぐらいまで大きくなって、はい、そうそうそう、ね、でちょっと工期が遅れちゃったんで、はい、で毎日みんな残業しとって、はい、降りないみたいな、そこも現場に行って、で俺それがなんかすっごい嫌です、なんかあバカなことしたなと思って、はい、だからあのワークマン、はい、行ってあの覆面こうやって、あれかぶって、5時回ったらもう所長がいなくなるって話を聞いとったから、残業しに俺かぶってさ、おい、助けに来たぞーいって、俺が来たぞーいって、みんな声で分かるじゃん、来るな、来るなみたいな、帰れ、帰れ、もうバレたらやべえよ、これやったらバレんてーっつって、あっ、そうですか、その昔の南のその社長の人間が、もう忙しくて、もうみんな行って、で、認識になってるもんで。初めての受け負いの現場だったんですね、あそこが。あ、でもでもみんなを助けに行くようにやったんで、そう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 、で、俺のせいで結局みんなも入れなかんくなったし、もう工程もね、遅れちゃったし、で、周知会にもなったし、で、本当に申し訳ねえなと思って、これどうしたらいい、俺でも何とかしないと、うん、俺金いらんでって、はい、とりあえず覆面かぶって覆面しながらずっと手貸してるよ、ね、めちゃめちゃ気持ちは熱いっすよね。そうそう、まあ、そんな感じだよな、ね、本当に、まあ、な人じゃなかったな、犬みたいな感じだもん、銀みたいなじゃん、なあのビール銀みたいな、ビッて喋る犬みたいな、首でパカッて感じ、あの世界だもんな、なんか犬と犬のなんかあのクマ戦ったりとかね、で所長がクマっすよね、所長がクマ僕とはまあ本当その時の元が今でも通ってる、仕事はしてないけど、はい、主任にしろよって言ってな、すごい、まあ社名言えんけど、めっちゃくちゃいい人で、でもその時勢いがあって、やっぱ仕事もバリバリこなすしっていうのもあるんじゃないですか。まあ、だからさ、そのなんだろう、その時は全然できないだろ、全然できなかったし、なんで受けたんかなと、こいつ何もできる、なんだろう、なんか俺ごとで、なんかその頭下げとるちゃんを見ると、はい、やっぱ俺もなんか親だと思って見とった人だから、うん、やっぱちょっと辛いっていうか、本当にあった、いや、あったでも、でももしこれあの独立したい視聴者さんとか見るじゃないですか、うん、そしたら多分出れた勇気になるんですよね、だけど今の仕事ができないのに、あー、まあ、そういうことな、独立してなんで受けたのって、じゃあ今で鉄骨やってる職人が、あー、まあそうだな、まあ、そうだな、すごいですね、それでそっから勉強してた、そう、勉強した、僕一個一個、はい、やることお前泣いてんの、いや、泣いてないけど、泣いてないけど、いや、キモいんだけど、泣いてないんだけど、キモいんだけど、泣いちゃってるよ、お前泣いちゃってる、泣いちゃってる、映像映っちゃうよ、君、泣いてない、カメラに向かってしまいますから、泣いちゃってるって可愛がったら、本当に可愛がった、だって元気に嫌われても全然いいよ、だって俺が悪いんだもん、仕事できんやつは、お前ら明日から二人で行ってこいよ、そうです、ね、切られてもいい、可愛がってくれる人だけと可愛がってもらえばいいやっていう感じだったけど、本当だって100社行って半分とかしか残ってないよな、そうですか、そりゃそうだよ、だって行ったら富じゃねえよ、安全帯だけつけて新品明日富って言ってこい、だけど行っとったのはとにかく一生懸命やって挨拶と走ってやれば絶対可愛がってもらえるで、エゴイってみんな一生懸命やったな、誰よりもやっぱ一番必死だったのは俺の中でやっぱ勝っちゃう、その一緒に始めて現場に行ったのは東芝、はい、大きいです、そこに都市がおった、都市もあそうだな、また違う都市っていうのは都市か都市か、あのキング都市、そう、あキング都市、そうそう、キングがまた別業者で、はい、で、はい、まあ、トビはトビなんだけど、はい、お互いここは全然会社が違ったから、はい、そこに出会ったのが都市が、はい、で、まあ、そこはもう仲良くなって、ガチャとかいろいろ喋るので、その分まで、わーってやるんだわって、もう挨拶しろ、わーってやるんだ、はい、走りゃいいって言って、調子に乗って走ったせいで、はい、バーンって針から落ちて足場材かけて、あばらの骨折って。俺がな、しょっちゅう骨折りますね。だから、そういうのを 見てきたから、はい、面白いなって思うし、はい、やっぱそういう勢いがあるよね。はい、料理まだ見ます、あ、まだ全然作ってないです、あ、まだ作ってなくて、もう食べれる、これ揚げ物じゃなくて、あんなコロッケみたいな食べ、揚げ物やん、揚げ物っていうか揚げ物じゃなくてコロッケ、危ない、
揚げ物中だ。それ揚げ物なんやね。カリクリームコロッケじゃないですけど、ね、これちょっと使って揚げ物中ってわからんけど、そのこれ唐揚げみたいなやつが、なんか揚げ物みたいな。いコロッケめっちゃ揚げ物なんや。揚げで作るじゃん。もうここ勝てる。俺さ、揚げ物違う俺もさ、だからさ、YouTube ちょ 見とるんだ俺、結構毎日。あんまり喋らん方がいいなって思うもん、本当に。誰俺？アホが出すぎてる。ちゃめちゃ言っとんな。ちゃめちゃ言っとんな。本当にね、なんだろう、言葉知らなさすぎるところがあったり、僕も言っとったし、漢字が読めなさすぎたり。バカだろとか言って、もう見とって俺が恥ずかしくなっちゃう。俺の親父だもんね。そう俺の親父もバカやんけ。どうなんで見とって俺恥ずかしいなって思う時はめっちゃある。だけど、まあ勇気をもらってほしいのはね、こんな俺でもこうしてくれるのかな。そう。まあ成功って言うと分からんけど、自分の中では成功と思ってないけど、まあここに行きたいっていうことはいっぱいあるわけじゃん。ね、ここまで来れやりってね、従業員10人したい、20人したい。持ってる子たち、ね、コンパでもいけるよ、まあ、本当にバカだ、本当にバカだ。いや、もう本当俺が究極一緒だ、本当にバカだ。俺でもカッチャンカッチャンって当時は呼んでなかったよ。何ですよ、ジジイ。いや、ハゲ。28、9でハゲだった。いや、さっき言ったのか、今言ったのか分からない。本当に言われた、何回も。もとんけとか、ちゃちゃ、その。いやいや、そうです。従業員にお前、こんな風に言われていいんか。だから俺も言われた。社長だろって、社長にそのタメ口聞いて、インベスティシドローンフォームで。でもそうやって言ってくる人こそ、従業員にかけてボロンカスを買ってるやつ。あ、俺はそれがなかった。なかった。でそれは自信があった。もう尊敬してないけど、親だと思われてるって。だから父親なんか別に、ね、そうやって思ってる人はどういう、父親だからこれぐらいできなかった。そうじゃないと思うんだよね、生き方見せるやつもいいし。俺はさ、本当の家族みたいな本当感じだった。まあまあそうですね。強がりたいっていうか、やっぱ弱いことも言いたくないし、はい、そんな、うん、なんだろう、本当に尊敬しようっても言いたくない。でも本当は気持ちではめちゃめちゃ尊敬しようってさ、うん、前なんか よかったですね。なんかすげえ熱い話とかいろいろ聞いて、いろいろ勉強になった。マジャコンタース